五カツラ池、ふるさと村は、三重県滝郡滝町五景にある、農業公園である。当項目では五カツラ池についても記述する。江戸時代に作られた三重県最大のため池である。また、同劇団により2015年にも上演された。おばあちゃんの店五カツラ地区は、みかん栽培が盛んな地域であり、昭和30年代まではみかんによる高景気で潤い。 裕福でまとまりのある集落を形成していた。そして、昭和40年代には、集団未完園が造成されたが、その後未完価格の低迷で五カツラ地区は、大きな経済的打撃を受けた。この事態を打開しようと、区長や、反代表による話し合いが持たれ、五カツラ池、ふるさと村の構想が出来上がった。構想では、五カツラ地周辺の自然環境と、 農業体験を組み合わせた第二のふるさとを作ることと地区の共同作業の場を創生することで婦人会や老人会の活性化を図ることの2点を目指すこととなった。計画は1981年に認定され、滝町の後押しと国庫補助事業、農林漁業金融公庫,庫の定理融資、宝くじ緑化事業という行政の資金面の支援を受け、1985年に 正式な開園に至った。敷地の一部は隣接するアブラオット地区にもまたがっている。ありがとうございます。